色つける流れと、それからこのシラを生のやつを入れるのと、ほら回転数が変えてきちゃって、新さん63でいいんだっけ、63、この過程を4回繰り返す。63っていうのは温度ですか？回転数。なるほど。取り返し系だから大丈夫ね。これはうんと柔らかくて、危なくて柔らかい。もう全然このシナモンがね、みんな一匹一匹全部違うんですよ。見た目にはね、同じように見えるでしょうけども、触って感触で。柔らかいうなぎはもうこれで水の中に入れただけでポロポロになっちゃううなぎもいるしね。あ、乱暴にやっちゃうとね。